今日の、内容、動画内容は、市場についてです。市場、ロッキーの、今市場が盛んに行われておりますよね。これですね。一応カタログはもらいました。で、カタログ全部見ました。全部見ていろいろ研究しておりました。カタログは、この車買った販売店でいただきました。で、まだ試乗はしておりません。で、試乗の予約もしておりません。はい。で、結局、リモ、スマホをチャージャー目当ての客と思われるのが、すねぐ、嫌なので、予約はしておりません。試乗するとしても予約なし飛び込みで行くと思います。しかも雪降ってからね。ただ、思ってました。試乗するんだったら雪降ってからするかななんて思ってました。で、今、最近の心境としては、試乗しないかなと。というのは、試乗をしたら欲しくなるからです。今まだこの車、ロッキー、これ2年前、1年半前に、買ったロッキーさんがございます。この車の1個前ですね。これは今の最新型現行のハイブリッド版のが前面に出ている、このグリルね。グリルかっこいいんですよ。このかっこいいグリルのロッキーさんにまだ会ってません。はい。今日試乗はしないかもしれないって話です。で、そのなぜ散々試乗って言った割には試乗しないとか言い出すかというと、試乗したら欲しくなるかです。というのは、結構ツイッターとか見てると、なんか冷やかしで試乗しに行ったらうっかりハンコついちまったとかいう人もいるそうです。で、多分いいなと思った人はその場でも衝動的にハンコをしちゃう可能性が高い。で、私もいいなと思ったら衝動的にハンコをしてしまうかもしれない。でも、そうじゃないかもしれない。どっちとも言えないですけども。で、今、まだセルフコントロールね。理性が働いているので、理性がなくなると反抗してしまう可能性がある。理性が働いているので、試乗はしないという発想。そういうロジックとなっております。実にスマホ、チャージャー目当てで、試乗しに行く人も結構いるそうですけども、根本的にそういうのは必要ないって思ってるんで、別にあっても使わないだろうなという感じなので、行くとしたら本当に試乗したくて行くと。あと、まあできれば動画も撮りたいなとか。で、もし行くんだったら、雪降る前のこのドライ路面っていうか、今日は雨降ってますけども、そんな感じの状況と、あと本当のガチの風味汁の路面、多分2回行くとしたらね、2回試乗しなければならないような気がする。あと、もし、いや、仮にもし試乗する、まあわかんない、これは50-50 なんですけど、もし試乗するとしたら、ちょっと試したい、確認したいことがあります。というのは、割とツイッターとかネット上の反響としてあまり絶賛されていないハイブリッドがね。で、現行の 1.0 のターボ乗ってる人たちが試乗しに行って、1.0 のターボの方がいいやという人も中にはいる。で、本当にそのハイブリッドがとてもいい、とてもすごくいいってハンコついてるじゃなくて、まあハンコついてる人は乗り換えというよりも新規の人が多い。初めてロッキーを買う。で、うちらはもう、この旧型っていうか、これ 1.0 のターボ版乗ってるんで、それと比較になると。で、どうも比較すると、1.0 のターボと、1.2 のエンジン乗せた、ハイブリッドね、HEV のユニット、ハイブリッドエンジン、ハイブリッドね、システムね。あまり変わんねえんじゃねえか。違うのは燃費だけだと。燃費は相当いいらしい。
のは間違いはないと思いますけども、で一応トルク、オルクはステンドローのターボが140ニュートンで、ハイブリッドは170ニュートンなのでトルク的には圧倒的にハイブリッドの方が上なんだけども、どうも話を聞いてるとそこまでの差はないのかなという、まあ乗ってみなきゃわからないですけども、でもしかしたら試乗するときに多分ボタンでエコとかそのエコモードのオンオフがあって、もしかしたら試乗営業の人は燃費がいいのを見せたいので、多分エコなエコモードで試乗させている可能性もある。だから乗るんだったらエコモードを切って普通のノーマルモード、あのパワーモードっていうかね、その回転モーター0からいきなり170ニュートンが出るのがモーターなので、そのパワーを味わうためには本当エコモードだと多分パワーのトルクのまあ制限、つまり加速ドンって踏んでもじわっと加速する風に制限がかかっているのだと思います。だから燃費に振ってる。でエコモード切るといきなりドンってやる、例えばその満額のトルクというか、その170ニュートンが普通に出る。で170ニュートンはすごいかすごくないかというと、はっきり言ってこの数値はあまりすごくないです。おそらくまだいつもやってるんですけども、日産ノートの e パワーと比較するとあっちは280ニュートンですに対してロッキーさんは170ニュートンっていうことは110ニュートン低いで、ただしノートの方が車重が重い、100キロぐらい重いのかな、その分でこううまくまあトントンっていうか、要はパワーウェイトレシオというかトルクウェイトレシオ的な数字がどうなのかまだわかんないですけども、それで多分発揮するでしょうね。おそらく車重も軽いんでトルクも少なめにして十分だなという発想で作ってると思うん で、その170ニュートンというトルク、いや本当は期待したんですよ。ノート 1.2 で100あのトルク280ニュートンが出るなんでも、しかしたらあれぐらいのせめて250ニュートンぐらいのモーター、250ニュートンぐらいのトルクの出るモーターを積んでいるのかなと思ったら全然違ったと、でちょっと期待が外れていると。ただね、あんまりトルク上げすぎるのもそもそもノートがあまりにも無駄にトルクが上げすぎるとということなんだと思うんですけども、何が言いたいかというと、結構がっかりしたという、乗ってないんだけどまだ数値的にがっかりしたなという、もうちょっと高トルクなモーターを積んでくれればよかったななんて思っております。まあ試乗してないんであれなんですけども、まあ試乗してない人間が発言する権限ないんだけども、まあすげえな。